イエローストーン国立公園、グランドティトン国立公園、ジャクソンホールの1ジャクソンホールは、アメリカ合衆国ワイオミング州北西部に位置する谷。また、谷に位置する唯一の都市である、ジャクソン市を指して、ジャクソンホールと呼ぶこともある。地名に、ホールとあるが、これはこの谷の北側と東側の山が、あまりに高く、斜面が急であることから、初期の罠猟師たちが穴に入ったかのように感じたことからついたものであり、カルスト地形に見られるドリーネのような穴が開いているわけではない。ジャクソンホールは近隣のイエローストーン国立公園や谷の西半分を占めるグランドティトン国立公園への玄関口となっている。また全米屈指のスキーリゾートとしても知られている。そのため、ジャクソンホールはワイオミング州のみならず全米でも有数の観光地となっている。ジャクソン市はそれらの観光地への拠点及び一帯の文化の中心地である。古くからネイティブアメリカンはこの谷で狩猟や祭事を行っていた。一方、1870年代に入るまでこの谷には入植者が永住することはなかった。この地に最初に足を踏み入れた白人はルイス・クラーク探検隊に加わっていたジョン・コルターである。コルターは1806年にこの谷を訪れ、ティトン山地やイエローストーンを含む紀行文を表した。コルターの紀行文に記された内容は、当時の白人には懐疑的に受け止められた。19世紀前半には、この一帯には山岳体験家や罠猟師が行き交い、探索や狩猟を行うようになった。地名は19世紀初頭にこの地域を探索し、狩猟を行っていた罠猟師、デイビッド・エドワード・ジャクソンに由来している。ワイオミング州におけるティトン郡の1ジャクソンホールは、ワイオミング州北西部、ティトン郡に位置している。谷の西半分をグランドティトン国立公園が占めている。谷の北側にはジャクソン湖がある。谷の南端には、一帯で唯一の正式な都市である。ジャクソン市が位置している。谷の平均標高は2000メートルに近い。ジャクソンホールは年間降水量約300から400ミリメートルと乾燥しており、標高が高く、周囲を急斜面の山々に囲まれているため、冬になるとしばしば放射冷却によって急激に冷え込む。1993年には、この放射冷却によって気温が著しく下がり、氷点下53度を記録した。ジャクソンホールはワイオミング州の最低気温が記録された地でもある。1933年、谷にあるモランの村において氷点下 54.4 度が記録された。ジャクソンホールに位置する正式な都市、町村はジャクソン市のみである。ジャクソン市の他にもいくつかの村が存在するが、それらは所属未定地という扱いになっている。ジャクソン市の人口は8647人。ティトン郡の郡庁所在地であり、ジャクソンホールの観光、文化の中心でもある。ジャクソン市はアイダホ州にもまたがる、小都市圏を形成している。ジャクソン市は北緯43度28分31秒西経110度46分9秒、北緯 43.47528 度西経 110.76917 度。43.47528-110.76917 に位置する。ジャクソン市の標高は1900メートルである。アメリカ合衆国統計局によると、ジャクソン市の総面積は 7.4 京平方メートルである。自然域が陸地であり、水域はない。グランドティトンのアカシカジャクソンホールは、ワイオミング州のみならず、全米でも有数の観光地である。イエローストーン国立公園やグランドティトン国立公園には一年を通して観光客が押し寄せる。冬になるとアカシカの群れが牧草を食べるためにこの谷に降りてくる。この時期には観光客はアカシカのひくそりを楽しむことができる。近辺にはアカシカの国立保護区も設定されている。また、ジャクソンホールはスキーリゾートとしても知られており、周辺にはジャクソンホールマウンテンリゾート、スノーキング、グランドタギーリゾートといったスキーエリアが広がっている。これらのスキーリゾートにおけるアルペンスキーに加え、スキニースキーズではクロスカントリースキーを楽しむこともできる。毎年カンザスシティ連邦準備銀行が主催する経済政策シンポジウムが開催される地としても知られ、世界各国から中央銀行総裁、政治家、学者、評論家らが参加する。またフォーシーズンズホテルをはじめとする高級リゾートホテルや豪奢な別荘、観光客向けのレストランや土産物店なども多い。これらの観光地への拠点となるのはジャクソン市である。ジャクソン市はまた、この一帯の文化の中心でもある。5月の戦没将兵記念日には、オールドウェストデイズというイベントが開かれ、地元住民や観光客、さらには近隣に住むネイティブアメリカンも参加して、ダンスやパレードを楽しむ。夏には、グランドティトン音楽祭が、9月中旬には、ジャクソンホール秋の芸術祭がそれぞれ開かれる。ジャクソンホールライターズカンファレンスも、ジャクソン市で開かれる。19世紀から現代に至るまでの野生生物を題材とした作品を展示する国立野生生物美術館やジャクソンホール一帯の人類史、自然史を紹介するジャクソンホール博物館が立地するのもジャクソン市である。ジャクソンホールの玄関口となる空港はジャクソンホール空港である。全米有数の観光地だけあって、シカゴオヘア国際空港、ダラス・フォートワース国際空港、デンバー国際空港、ハーツフィールド、ジャクソン・アトランタ国際空港、ソルトレークシティ国際空港、ミネアポリス・セントポール国際空港などからのデルタ航空やユナイテッド航空などの航空会社各社のハブ空港からの便があり、人口規模の割にはアクセスに自便である。アムトラックの駅やグレーハウンドのバスターミナルはないが、ジャクソンホールエクスプレスのバスが、ジャクソンホールとソルトレークシティを1日往復運行されている。バスは途中アイダホフォールズに停車する。地域内の交通としては、南ティトン地域高速交通の路線バスが、ジャクソン市やジャクソンホール一帯、さらには隣接するスターバレーをカバーしている。鉄道の乗り入れはない。また、州間高速道路の出入り口もない。以下は2000年の国勢調査における、ジャクソン市の人口統計データである。基礎データ人、種別人口構成年齢別人口構成世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。